ますじゃなくて、俺はねやろうじゃなかったんだよ。乗るから。火だけよ。止めないとまたどんどんクリスマスが始まってしまいます。個人芸の時間が始まりました。クリスマス。終わらせようと思いましたけれども、ドミナントになってしまいました。はい、終わりました。先ほどお配りしたのはね、ゆっくり書いていただいて結構なので、メンバーの誰かに渡してください。すでに真っ赤な太陽、美空ひばりとかその辺のリクエストが来ていて、ビビってる。太陽だから真夏の海は恋の季節なの。いいから。で、個人芸はですね、ジルポンズの4人が。ビリジョエルを見てきたんですけどね、この前。そういう話じゃないよ。個人芸は各一人のメンバーが主役になっていろいろやるはずなんですけど、今私は完全に操られているところがすごく悩んでるんですけど、私からやるんですよ。私の個人芸なんで、リミでやるんで。私からということで、一応、うるさいな、うるさいな、ストレンジャー歌えないよ。最高、最大、最低、最悪の状態やります。いいですね。私が最高です。覚えてください。ジルポンズ最高です。今の曲はね、私結婚式でよく歌う素顔の歌。ゴジラとメカゴジラ。結婚式で歌って、その夫婦が今のところ全部別れてしまって、もう二度と結婚式ではジャスタウェイユアは歌わない。私のレパートリーも。うるさいな。ゴスペルをね、やろうと思います。この人で多分ね、やりたくないんだと思うの、知らないで。その気持ちは分かってるんだけど、今日はね。で、知らない曲っていうのは、私も同じなんです。さっきリハで初めて歌ってみましたけどね。サウンドオブブラックネス、サウンズオブブラックネスか、ご存知でしょうかね。ジョイフルジョイフルではなくて、ホールドオンという曲をやります。で、リリア自分の個人芸の時にやるよ。みんなに歌ってもらおうかなと思っております。というのが、私がほとんどこの曲を知らないからなんですけれども、知らないのにどうやって教えるかは、まあ見ててください。
じゃあそんな感じで、これを弾いてくれるかな。これ。うん。